相手の人がどんなに上手くてもキャラによってはどれだけ工夫しても積むときは積む技だからね。そう、ここの横スマのように。いやおかしいおかしい。そして避けられない。このクウマエもな、気持ちいい。焦るな焦るな。スネークのクウマエ気持ちよすぎんだろ。変なとこ指さすなバカ。皆さんおいっす、マリサだぜ。やっぱろう、霊夢よ。今回の質問はこれだぜ。ここの動画を見てからスネークを使うのが上手くなりました。デデデを知らない相手を天井まで吹っ飛ばすのが楽しいです。それ以上に横スマで早期バーストさせる快感が病みつきです。ところで、手榴弾の扱い方で気をつけていることって何ですか？質問ありがとうだぜ。まずスネークが上手くなった。って言ってもらえるのはシンプルに嬉しいな。デデデのこともちゃんと伝わってるみたいで何より。ただちょっと間違った方向に行きそうで不安なんですけど。さて、手榴弾で気をつけることか、単純に自爆しないことが一番かな。そんなの当たり前だろって思うかもしれないけど、例えば飛び道具をジャンプで避ければいいのに手榴弾出しちゃったせいで余計に苦しくなるとかは結構やりがちだし、あとは手榴弾って言っていいのか微妙だけど、空打するときなんかは相手の位置を確認してからじゃないと、むしろ相手に突っ込んでいって痛い目に遭うから、その辺は要注意かな。というわけで手榴弾の扱い方についてでした。他にもどしどし質問募集してるからよろしくだぜ。それじゃあ試合の方を見ていきましょうか。初戦の相手はカズヤだな。というかいきなりお互いに満身創痍ね。こういう煮詰まった局面たまらねえぜ。とんでもない変態でした。と質問の回答の通り、こうやって下手な手榴弾を投げると自分を苦しめることになるので注意しましょうね。実戦で見せてくれる回答者の鏡って蹴り飛ばされてるわよ。ならばこっちも上強で蹴り飛ばしてやるぜ。ぐっと相手に近寄って打ち回避誘って上強ね。実際上強ってジャンプしてこない相手にはこうやって読み勝って当てるしかないからね。だからデデデを知らない人はまずジャンプしないことを覚えるといいんじゃないかなって思うよね。空中から差し込みに行って散々葬られたせいで、それはもう体で覚えるようになったわ。まあ逆にスネークとしてはそこを手榴弾使って動かして当てたりするんだけどね。でもやっぱりス当ては難しいよな。全力でガンダッシュ掴みとかしてくるならそのまま潰せたりできるけど、それ以外はまあ無理かな。スネーク使うならジャンプしてくる相手に上強すればいいし、スネーク対策したいならジャンプしなければいいってだけ覚えておけば、それだけでだいぶ変わると思うかな。あと好きだったけど反応遅れた。こっち下投げのタクは当たらず、これだけ橋でガードしてたら下 D で道連れしてくれるんじぜ。まあでもこのくらいならまだ帰れるから大丈夫。いやうまいな。サイファーを避けて的確にスネークだけ殴ってきたわね。さっき回避読みしてるから今度は C4 貼り付け。余裕の確定コンボでバーストね。イーブンにはなったけど、ニストともこっちが先行されて押されてるからな。お、なんかいい雰囲気。手榴弾持ってるからクウマエ気持ちいい。ロケラン持って焦ってるやつ多分世界で一人。これぞスネーク。それじゃあ2戦目行くぜ。お相手はキンクルね。であれ、いつもの途中のカットはちょっと試験的にね。少し続けてみて好評ならこのスタイルで行こうかなと。だ、そうだ。まあ確かに途中のシーンみんな飛ばしてるもんね。ブサッ。おいおい、そんなこと言ったらかわいそうだろ。みんな飛ばしてるのはオープニングの方だよ。うつ伏せにとどめを刺さないであげて。じゃあもう見逃し厳禁なプレイをしない。後頭部ぶん殴られてめっちゃ痛い。頭殴られておかしくなってしまった。今の反転手榴弾ガードが出せていないことに抗議します。よかった、いつものめんどくさいマリサだ。えへへへへ。みじんも褒めてねえよ。おいマジかよ。爆発してもそのまま突進してくるってどうなってんだ。まったく、手榴弾コンボができなくなるじゃないか。手榴弾コンボに全力かけすぎでは？体のでかいキャラを外に出したらお楽しみの的当てタイム。でもすごく綺麗に避けてきてるわね。さすがは自由のつくウェディを持ってるだけのことはあるな。だがずらしてくるのはわかった。もう一発外に出して今度は確実に仕留める。覚えておくと便利な下投げ横強から、直当てすると避けられるのでわけのわからない場所から当てて、回避に直接刺そうと思ったけど当たらなかったから U ターンしてぶち込んで、アーマーと回避でいなそうとしてくるなら絶対に帰れなくなる位置にぶち込んで終わりだ。わ、なんだこの陰湿な汚い戦法。喧嘩売ってる。せめてそこはスネークの強さって言ってくれよ。スネークの陰湿という強み。スネークが陰湿っていうのを一回忘れようか。相手の人がどんなに上手くてもキャラによってはどれだけ工夫しても積むときは積む技だからね。そう、ここの横スマのように。いやおかしいおかしい。そして避けられない。このクウマエもな、気持ちいい。焦るな焦るな。スネークのクウマエ気持ちよすぎんだろ。変なとこ指さすなバカ。クウマエじゃない別のもんが気持ちいいように見えちゃうから。いやクウマエじゃない方が気持ちいいなんて当然だろ。これを差し込んでいくのがたまらなく気持ちいいんだ。いやいいわよ。そんな、改めて言わなくて。移動回避に横スマさすっていうのが一番気持ちいいよな。逆の意味で変態だわこいつ。っていうか今の横スマ何やらせ。ゆっくり実況で一番言っちゃいけないこと言うなボケ。ノリと勢いに任せたらクリーンヒットした。それもそれでおかしなこと言ってるけどね。いいんだよ、いつもガチガチにやってたって疲れちゃうだろ。たまにはリラックスして気軽に大技振りまくるプレイだってしたくなるだろ。あーやばい、思い出し気持ちいいしてきた。はい気持ち悪いって話してる間にもう相手ボコボコじゃないの。テンション高くなっちゃってボカボカしてたら丸々にストック異常差がついたぞ。テンション高いだけでニスト差つけられるの。ビップだよねこれ。おっと残念だがレバガチャはそこそこ自信があってだな。抜けるどころか正確に回避までしてるし、意外と覚えておくと便利な下投げパート2。下から腹筋には意外と刺さる。これもおすすめしときますね。ただ今回は崖つかまりが早くて間に合わずね。あとはつかみだろうが上強だろうが何でもいいんだけど、やっぱこれが一番安定だよね。さも普通のことみたいに C4 貼り付けるようになったわね。さあどう動く？ふっかかったな。あ、そっか崖離しちゃえば速攻起爆できるのか。これぞ無防備予想起爆。
それじゃあ3試合目いくぜ。お相手はテリーね。でここで一つうぷ主からの伝言で、さっきの試合もしかしたら実況したことあるかもしれないけど、そん時は許して。だってさ、あ、そうなの。まあでも脳汁でまくったから別にいいや。脳汁分泌プレイヤーじゃん。前の動画でもこのプレイで脳汁ブシャーってコメントもらってるしな。確かにわけわかんねえ動きはしてるわね。だから私はこれからずんだみんに脳汁を提供する脳汁実況者になっていこうと思う。コンプラとか大丈夫なの、その発言。大丈夫大丈夫、一回だけだから。絶対ダメなやつじゃねえか。一回横スマ決めるとね、やめられねえんだわ。当人がもうすでに重傷者でした。というわけで今後の方針が決まったので試合の方を見ていきますか。今のところ火力の取り合いはほぼ五分って感じかな。爆発物と殴り合いで同じダメージとはこれ以下に。一応手からレーザーが出る人間だからね。手榴弾で自爆するくらいそんなに気にすることでもないでしょ。この状況で空母を出せなかった。新事実、スネーク使いは接客用だった。あのまま空母行けてたら脳汁復帰阻止だったのに、やらかしたな。あんまり長い間戦うのも、こういう風に一瞬の隙ついて攻撃しようとしてくるから怖いんだよな。てか今むしろ誘ってなかった。むしろこうやってやってってこない人いないよね。言ってることヤバすぎ。かなり温まってはいるけど、エキストは先行。ここは即キャッチに効いた手だけにおります。上に手榴弾を投げて相手が来ないように抑制した後に崖を上がってみると、あら不思議、漏れなく弱ダンクでバーストさせられます。世界で一番役に立たない実況シリーズ。みんな気がついてないと思うけど、実は即キャッチして崖に落ちたのは操作ミスだったんですよ。積んだみんな気づいてるぞ。ぐぬぬぬ、結局試合状況はイーブンで、また仕切り直しね。結構思いっきり暴れてくる感じあるから、その前にこっちが攻撃を置いて潰せそう。さすがにこれ当てんのは無理か。うまいで突っ込んでくるかなと思ったんだけど、お、でもいける。手榴弾に合わせて C4 も同時爆破で威嚇力。うわあ、もったいねえ。カッコつけて空下なんてやらないで安定に空 N で取ればよかった。崖に出されちゃってちょっとピンチね。でもガンガン復帰阻止に来るタイプじゃないなら大丈夫。むしろ横強で返して逆の展開に。空前も回避もあると、やっぱりニキータですら当てるのは難しいな。あ、違うんです、反戦なんです。ちょっと危ないけど強引に手榴弾で抜け出せるのほんとインチキね。あ、惜しい。バーストはしないけど、今の影響絶対当たってたのに、横 B が必要なところまで飛んでくれれば、あとは普通に当てるだけ。復帰ルートが絞れた時のニキータの強さは本当に偉大ね。むしろニキータで復帰ルート誘発させることだってできるレベルだしな。さて、さっきはしょうもなく撃沈しちまったから、今度はちゃんとバースト拒否していきますか。そういえばこの試合に入ってからくうまいも横スマも当ててないけど、それは別にいいの？まあ狙える試合とそうじゃない試合はあるからね。全部が全部そういう試合だったら脳汁で溺れちゃう。脳汁で溺れる。打ちづらし読み弱すっぽ抜け反転パワーダンク。相手を悪く言うわけじゃないけど、多分操作ミスよ。ゴムタックルだと全然耐えられんか。そんなに火力は取れずに結局お互いイキストになったわね。まあまあでも先行はできてるから、この調子で落ち着いて戦ってれば大丈夫。崖に出して横スマとか狙いに行っちゃうと、それのせいで負けちゃったりするんだから。生きてるそばから思いっきり構えてんじゃねえか。ち、ブラックのせいで反省のない上に抜けられたか。ほらもう横スマの反省とかやり始めちゃってるもん。お、スネークらしいプレイと言ったら、やっぱこれだよな。というわけで着実なプレイとか言ってるくせに、結局うまいで終わるというオチでした。いや今のは完全に相手の復帰ルートが一つしかなかったからな。そんなわけでちょっとだけスタイルが変わりましたが、今回はここまで。今までの動画と比べてどんな感じかコメントで教えてくれると助かるぜ。この動画はどうだったかな？楽しんでもらえたら幸いです。また次回の動画も楽しみにしてくれる人はチャンネル登録でもして待っててくれだぜ。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、最新の動画がチェックしやすくなりますので、まだチャンネル登録してないという方はぜひチャンネル登録して次回の動画をお待ちください。コメントや高評価をいただけると、動画投稿のモチベーションにつながるので、ぜひともよろしくお願いします。こちらにおすすめ動画もありますので、もしよければこちらの動画も見てみてくださいね。それではまた別の動画でもお待ちしてます。また見てねー。